八戸城八戸城の一八戸城は青森県八戸市にかつて存在した日本の城である。八戸城は現在の八戸市内丸に位置し、根城、南部市が拠点としていた八戸根城とは全く別個の城郭である。南部市業が八戸根城を築くのとほぼ同時に根城、南部市二代、正長の三男、晋介が根城の市城として築いたのが、 始まりとされ、追記時期、館の位置、規模については不明である。その後、この一族は中立氏を名乗り、居城は中立と呼ばれた。八戸は津軽領と接する要衝であったことから、南部都市直は、官営四年に、根じ郎南部氏が東野へ違法されると、中立氏もこれに従い、八戸は南部藩の直轄地として、大韓支配によって、 整備を行っていった。八戸藩が分立されると、初代藩主である直義吉は意味なお直房と改め、新たに居城を築くことなく、三十八さんにすでにあった森岡藩時代の建物を引き継いで、館を集築して八戸城として使い、家臣団の編成と城下町の整備に取り組んだ。城郭は本丸と二の丸から構成される。 現在は跡地に38条神社、38条公園がある。規模は東西約150メートル、南北200メートル。現在の38条神社付近に御殿があった。御殿は藩の役所と藩主の執務場所、今等の奥部分で構成され、文政十二年に新御殿が建築された時に奥部分が大きく拡張された。御殿の北側にはお花畑、 米蔵があり、南側には、書院には、武器の土蔵があった。天守や住屋倉は計画のみで、明治維新を迎えるまで建設されることはなかった。本丸の東南に位置しており、現在の八戸市内丸二丁目、三丁目付近にあたる。角お屋敷、学校、馬屋が置かれ、高齢者、八戸藩の祈祷寺であったという山寺、八幡宮があった。 その他藩の過労閣の中理家、いつみや船越家の屋敷があった。なお、明治維新以降に二の丸の八万宮にちなんで一帯を八幡町と解消されたが、昭和三十三年に再び町名を内丸の名称に戻している。八の平藩成立以前にはすでに城の周囲には町が形成されていた。城下の範囲は藩士が増大されるにつれ徐々に拡大した。 西側当初は23日町付近が境界線であったが、後に荒れ町まで広がっている。東側にも足軽屋敷として塩亭などが作られた。城下町の全体像については、文久改正八のへご城下略図にその様子が絵図として残されている。城下町の構成は以下の通りである。以降は、開発により、一部の建物を除き、土塁や堀跡が、 部分的に残されているのみとなっている。各悟天表門1874年、木内の物見蔵を、堀端町に移築し、八戸書籍縦覧書を開設。八戸城の御殿については、復元模型が、八戸市博物館に展示されている。城下町については、大正13年の八戸大火や、都市開発によりその面影を残すものは皆無ではあるが、 八戸市中心街の道路の形状は、城下町の道路の大部分を継承している。一方で、軟弱地盤である掘割や溜池を利用して作られた道路も存在する。新編八戸市近世資料編1八戸市2007、ふず一部の例外を除き、半世紀は、基本的に、武家町は、帝、町人町は、町と表記していた。歴史、ありがとうございます。